恐竜サマ類は恐竜類、ラゴスクスとそれに近縁な動物を含むクレードである。原生のものは鳥類のみである。恐竜系類や恐竜型類とも呼ばれる。ダイナソーアモーファという名は1984年、マイケル・ジェイベントンにより名付けられた。1991年には、ポール・セレノによって、ラガー・ピートン・チャンレンシス、マリシカス・リーロンシス、 サダレガーシカスメジャーそして恐竜類の最新の共通祖先とそのすべての子孫という濃度によるクレードとしての最初の定義がなされた。ダイナソーアモーファの日本語における訳語は公式に定められていない。主な訳語としては恐竜サル類と恐竜系類、恐竜型類がある。恐竜系類と恐竜型類は海分類のダイナサーラフォームズの訳語として用いられることがあり、 本校では、ダイナソーアモーファの訳語として、恐竜サマルイを採用している。2010年10月に、ポーランドのシフィエントクシス系産地、マウンテンズから報告された前期三条期の、アシアト化石は恐竜サマルイに属するものの可能性がある。もしそうであれば、恐竜サマルイの起源は2億4900万年、前のオレニケアン期初期にまで遡ることができる。ポーランドの 小さな獅子動物の最古の足跡化石は、プロロトダクティルスと名付けられたが、しかし初期アニシアン紀の地層から見つかっているナマコン、化石属スフィンガパスに属する足跡は2億4600万年前に現れた、やや大きい二足歩行の恐竜様類を示している。その痕跡は、恐竜の系統が、ペルム期末大量を絶滅のすぐ後に生まれたことを、表している。その期間は、 恐竜の台頭はゆっくりで、三畳期のほぼ前期にわたって長く続いたことを示している。中期三畳期にあたるアニシアン海とラディニアン海からは、南アフリカ共和国などで動物植生の恐竜様類の大化石が産出しており、遅くともこの頃その他の鳥系類から恐竜様類が分岐したことが確実視されている。恐竜様類の中では、 複数の系統が進化しており、ラゲルペトンカやシレサウルスカなどに続いて最後に出現したのが恐竜である。ラゲルペトンカは、走行や跳躍に適した構造の骨を持つ全長 70cm 未満の二足歩行の小型動物、シレサウルスカは最大 3m 程度とより大型の四足歩、行動物であった。シレサウルスカの四足歩行は他の恐竜様類と、 共通する特徴ではなく、独立に獲得されたものであると考えられている。シレサウルスカは植物植生または雑食性であることが歯と顎の形状から示唆されており、また恐竜と近縁であることから、恐竜が植物植または雑食動物から進化した可能性が指摘されている。一方で、シレサウルスカが独自に植物植または雑食へ進化した可能性もあり、 決着はついていない。また、ラゲルペトンカよりも恐竜に近縁で、シレサウルスカよりも遠縁な恐竜サマルイとして、マラスクス、シレサウルスカよりも近縁で恐竜そのものの可能性も、ある族として、ニアササウルスがいる。基盤的恐竜サマルイは、後期三条期のノーリアン期に絶滅を迎えたが、その一つ前の時代であるカーニアン期には、恐竜が登場し、 ヘレラサウルスに代表されるヘレラサウルス科が出現した。またノーリアン期にはより派生的な獣脚類や古竜脚類が姿を現した。初期の恐竜サル類は概して小型かつ軽量の動物であった。ただし多様性に乏しかったわけではなく、四足歩行に進化したシレサウルス科など多くのグループが属していた。20世紀中にはアルゼンチンの中部三条系である。 チャナレス類層でのみ化石が産出していたため、分布域も狭く見積もられていたが、2000年代以降の発見により、世界中に広く分布していたことが分かっている。基盤的恐竜様類は、腰と骨盤の形状から、すべての属種で、足が体の真下に伸びていたことが判明しており、恐竜と同様に効率的かつ素早い動作が可能であったことが示唆されている。 恐竜様類を除く主流類にも同様の特徴が広く見られたため恐竜の走行能力が他の爬虫類と比較して抜きん出ていたために中世代で支配的な存在になったという説は説得力を失うことになった恐竜とその他の恐竜様類を区別する解剖学的特徴には間骨薄があり恐竜では大きく開口する一方他の恐竜様類では小さな くぼみ程度に止まっている。キブ群は、サルトプス、マラスクス、それと同一かもしれない、ラゴスクス、ラゲルペトンカに属しアルゼンチンのラディニアン街から、見つかっているラゲルペトンとアリゾナ州、ニューメキシコ州、テキサス州のノリアン海から見つかっているドロモメロン、そして、ポーランドのカーニアン海に散するシレサウルスを含む、シレサウルスカ。 ニューメキシコ州のカーニアン街、ノリアン街で見つかっているエウコイロフィシス、レビィスクスと、その同一族とも考えられる。アルゼンチンのラディニアン街に産する州ドラゴスクス、ブラジルのノリアン街から見つかったサキサウルス、テキサス州のカーニアン街のテクノサウルス、タンザニアのアニシアン街に産するアジリサウルス、そして、モロッコのカーニアン街からノリアン街にいたディオドルスが含まれる。 分岐図はネスビットにより簡略化されたものである。は、絶滅を表す。ありがとうございます。